桜井から助けを受けた相葉がどうしても行きたかったのが桜島。しかし桜島フェリーは運賃250円。無一文の相葉がここで目をつけたのが地元のヤンキーさん。すいません。彼らの車に便乗してフェリーに乗ってしまおうという虫のよい作戦を取った相葉だが、あらしい、嵐だって、嵐、嵐だって、うわすげえ、うわ囲まれた囲まれた、どうしたどうした、見て見て、あーこれどうしたどうした、ちょっと、でもせっかくなので記念撮影を。しかし実はそこには厳しい掟があったのだ。こんぐらいそれポーズも決まって、はいチーズと思ったらピースは死ねえやんかよ。これは失礼しました。ピースは鹿児島のヤンキーさんたちの掟違反だったことが分かった。ところで車ごとフェリーに乗せてもらうお願いは、車高下げてるから乗れないよ。改造車はフェリーに乗れないということも分かった。その後どうにかフェリーに乗り込んだ相葉は調子に乗って操縦室へ。ずずしくそこに居座ったばかりか、でもこれだけではない。その後相葉はとんでもないことをしてみたのか。今回面白いね、うん、これちゃんとつくかね、無事に。東京帰ったらみんなに自慢してるんだよ、これ。まさか操縦桿を握っているのは、そのまさかだった。うわ、いいの、美味しいの、最高だね。ところが、あばきすぎ、あばきすぎ。おお、あれ、あそこは行くしだよ。どこどこどこ？右、25度。わかんねえよ。右だ。右。どうだろう。すると操縦士失格の相葉は。かぶしてあげますね。やっぱりこの帽子は船長さんが一番似合うのだった。相葉から助けを受けた松潤は思い切って大移動、宮崎県へ。下車した持丸駅はのどかな田園地帯。しかしここで松潤は彼の永遠のライバルと出会ったのだ。お邪魔します。本当だよ、なんかいる。そう、彼女がライバルのモンゴちゃん。あんたね。なぜか松潤と気が合わない牛さん、ライバルからの餌なんて。うんこだ。軽くうんちで返す。慣れ慣れしく撫でようものなら。なんだこれ、尻尾だ。しかもうんこ踏んだ。まさに踏んだり蹴ったりの状況の中、彼はこんな興奮を味わうことになる。やけになったか松潤は謎の実験を開始。若いよ。マジ怖いね。すると、あ、来た来た。僕は走ってきた。ともあれ一応実験は成功。牛は夜中でも赤いものに興奮することが分かった。そして松潤はヘタレだということも分かった。